はい、こんばんは。金曜日恒例に一応なっている、アドベンチャー枠ですね、銃声とダイヤモンド第9夜になります。よろしくお願いします。まっただよ。前回、前々回ですね、先々週に、一度クリアをしたんですけれども、全くの真相がわからないままのクリアだったんで、エピソード1から、やり直しになります。真相究明編です。真相追求編にしちゃった怪しいやつはいろいろいる。そうだね。まあ一応ちょっとエピソード1からのやり直しになるんで、棒読み朗読は無視をして、ちょっと急ピッチでやっていきたいと思います。和子さん、クロムゼさんいらっしゃい。ジゲットありがとう。シダゴンさん、鬼村さん、ノリトペさん、ケイスケさん、百式さん、タスケさん、斉藤さん、9個目さん、物欲さん、カリスマ不審者さん、12個目さん、13個目さん、頑張ってください。頑張ります。フェアさん、ハリスさん、ウィンドさん、イズナさんはこつです。19個目さん、シュンさん、ホマズンさん、ポカリさん、S1 さん、佐伯くんを詳しく。すり替えたのスパイダーマンちょっとね、グレンがどうなんだろうっていうのは個人的には思ってるんですけど、ちょっと怪しすぎるのはグレンではある。面白そうなところは読んでもいいと思う。ロクちゃん、30個目さん、即交渉決裂。ヨッシーさんいらっしゃい。すり替えておいたのさってそっか、まあその可能性はあるね。確かに。A 判定は狙うの大変だから、辛ければ攻略もあり今日も狙い撃つぜ。あこず37個目さんいらっしゃい。グレンがすり替えたんじゃ面白くない、ということでですね、チャプター選択の、まずエピソード1ですね、詳細の方に軽く書いたんですけれども、エピソード1は、兄弟が出てきて、麻薬が絡んでくるお話です。あと、マカロフですね、どうやら最近銃がこう世間に広まっているという、その入手ルートをおそらく探るのが鍵なんじゃないかなというエピソード1です。38個目さんいらっしゃい。武蔵さん、係長ジェナさんいらっしゃい。みんな覚えてるかな。でね、こんな感じで、プロローグだけがグッドになってるんですけど、このノーマルっていうのを全てグッドにすると、エピソード5がおそらく出るかと思います。忘れた見ていたら思い出すかな。モハラの推理に期待。モハラって誰だよ。グレンさんがグレン・ラガンになるかも。で、チャプター1の交渉はなく、チャプター2の、桜井おばさんのとの交渉はこれ、コンプリートっていうのになってるんですけど、これって OK っていうことかな。っていうことだろうか。マカロフの隠し場所だけじゃなくてほぼ全てが分かって、まあでもエピソード1からの流れではまずマカロフのところですね。分岐が関係ないとこ A、B どちらも見てると多分そう表示される。はあ、ということはどこのチャプターでグッドになるのかっていうのもわからないのかな。もっとローラみたいに言って。オッケー。コンプリートだから攻略済み。
コンプリートはそこで見れるバッドエンドを全回収してるってこと。おばちゃんはバッドエンドあるのかな。バッドエンドしたっけ。そうですね、防犯店のとこは分岐が関係ないはず。神月と同じタイプだな。今から交渉決裂祭りってマジ。さあまあやり込んでいきましょう。それでは、チャプター3からでいいですかね。夏子を拉致し、立てこもった吉岡、ストーカーは吉岡だったのか。このエピソード1のお話は、結婚詐欺が関わっていて、この元恋人の吉岡が夏子を更生させようと無理やりこう自殺を図るんですけれども、そこのシーンですね。まずまあ後でまたキャラは追加されるんですが、判定なしだから、コンパツか。思い出してきた。イズマイネさんいらっしゃい。で、自動車のですねバイヤーのところに車を突っ込んでというところだと思います。まず吉岡との交渉ですね。思い出せるかな。一応ねかなり早送りがあるんですけど、それはやめようと思います。これが、吉岡さんですね。夏子の、元恋人になります。この原夏子、そしてこれが恋人。今ショールームに立てこもっているところで、きっかけは、この警視庁の中島さんから、この原和也が姉がストーカーに追われているので、まあちょっと調べてほしいという依頼をこう内緒でゼロ化が行っていたという話でした。秋代さんいらっしゃい。そうですね、まずはね、グッドエンドを見たいです。トゥルーエンドというんですかね、エンディング歌詞は最後にしたいと思います。そうです、よく覚えてたね。神崎ちゃんがガソリンに軽油を入れた事件です。笑ってもいいわよって言ってた。会社のテーラーに突っ込んだ兄。要求を聞くところからですね。人質の解放を約束させる。現金を1億。すべて古い紙幣で。そしてガソリンを50リットルポリタンクに入れて渡す。これが第二の要求。最後にセスナ。これ、丸が点滅してるのは、なんだったっけ？要求はそれで全部か。そうだ、もう一度整理しよう。現金を1億、そして、ガソリンを50リットル、そして逃走用のセスナ。要求はこの3つだな。君の要求は受け入れる。ただし、順番を決めさせてくれ。1億とセスナは時間がかかりそうだ。まずガソリンを用意しよう。それで人質を1人解放してくれないか。どうだ？いいだろう。そっちが要求を飲むなら人質の解放は考えよう。ただし解放する人質は、こっちで決める。それでいい。誰から解放してくれる？そうだな、ちょっと待て。宮田という男を解放してやる。分かった、じゃあその宮田さんを。ガソリンはすぐに準備する。いいだろう。いや、ちょっと待ってくれ。うっかりしていた。ガソリンは無理だ。無理だってどういうことだ。ガソリンさえ渡せば人質を一人解放してやるんだぞ。ガソリン50リットルがそんなに難しい要求か。謝ってみよう。こっちの初歩的なミスだ。すまない。爆発物に該当するから渡すことはできない。怒ってますね。なんとかしろよ。方法がないわけじゃない。車に入れるんでしたっけ。で、その車を入れるんだったかな。飛行場までの逃走用だよな。分かりきったことを聞くな。それならガスを満タンにした車を、届けても同じだ。それでどうだ。妙なことを企んでいないだろうな。怪しい動きをしたら人質の命は保証しない。信じてくれ、こっちは裏切らない。人質の安全が最優先だ。いいだろう。どうやって届けるんだ。簡単な話だ。君の車はまだ動くか。多分まだ動く。でもガソリンが足りない。
人質が運転してバックで出す空いたスペースにガソリンを50入れた新しい車を入れる。どうだ、簡単だろう。いいだろう、信用してやってもいい。よかった、感謝するよ。安心するのは早い。1億とせつのはいつ用意できる。まだ何とも言えない。ポジティブというのは、いい選択肢だったかな。おはいらっしゃい。倉之助さんいらっしゃい。取得は1周目取得してても出るのかな。一応ね、セーブデータでやってるんで、そうなると思う。赤はネガティブ、緑はポジティブ。あんまり気にしなくて OK。 そうですか。吉岡のプロファイルはね、確認できないですね、2周目は。前からこれ見えてたっけ。うん、見えてた時もあった。ちょっと無理だにしてみよう。即答はできない。俺には決定権がない。決定権がない。じゃあ決定権を持ってるのは誰だ。指揮官の片桐だ。1億とセスのことは片桐に相談して返事する。情けないやつだ。いちいち許可がいるのか。俺は交渉人だ。指揮権はない。じゃあその片桐ってやつをすぐに呼んでこい。わかった、少し待ってくれ。あ、これで終わってしまうのか。あ、片桐さんを呼んでくれ。ちなさんいらっしゃい。ポジティブなのもいい加減にしろって言ってみたい。元気の空売りってやつね。ふっきー。ギリ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 ジンジン。ちなみに、ネガポジのヒントは、交渉前のプロファイリングの結果で出たり出なかったりする。神崎京建設、ここだったかな。ちょっと鬼塚さん、急いでくれ。片桐さんを呼んでくる。でも交渉は鬼塚さんの担当ですよね。犯人の要求だ。片桐さんも理解してくれる。だが緊急事態。鬼塚さん、片桐さんは指揮者にいないの。携帯にかけてみたけど出てくれない。これは見てない流れですね。どうする。まずいな。いつまで待たせる気だ。今片桐を呼んでる。もう少し待ってくれ。時間稼ぎが突入する気だな。違う、そんなつもりはない。あ、これはバッドエンドか。あ、回収してしまいました。エンディングナンバー09、指揮官の不在。これではダメか。ということは片桐さんを呼ぶ流れはダメだと。どこに行ったんだろうね。まさきさんいらっしゃい。抱っこはしません。私にいい考えがある。閉まらねえバットだったね。まあこういうバットがたくさんあるんでしょうね。見て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 。はい、さあもう一度です。こういう流れがずっと続くので、しばらくご勘当を。お花を摘んでいる。それから連打してしまえ。現金を1億、ガソリンを50リットル、そしてセスナ。この3つですか。そうだ。全員なんて無理だ。ダメだ、全員解放してくれ。全員無事に返すと約束してくれ。寝言を言うな、人質は俺の切り札だ。逃げる前に人質を全員解放するバカがどこにいる。こちらが要求を飲んだら人質が無事に帰ってくると信じさせてほしい。うん、ちょっとおこですね。俺は3つ要求を出した。どうするつもりだ、答えろ。あら、金は手配しました。だが1億は大金だ。銀行が閉まってる。かき集めるにはそれなりの時間がかかる。警察の金庫にあらずだ。そうだろう。金庫にある額なんてせいぜい500ってとこだ。 500? たったそれだけか。
しょうがないな。じゃあガソリンからでいい。ガソリンと交換に人質を1人解放してくれ。うん、1人ならいいだろう。いや、ちょっと待ってくれ。うっかりしてた。この流れか。すまてん。爆発物に該当する。で、車で持ち込むという流れにして、だいぶ左寄りだね。だいぶ中心になってきた。それでどうだ。怪しい動きをしたら人質の命は保証しない。分かってるな。なぜ黙ってる。お前、あ、なんか企んでるな。いいだろう、お前がその気ならそれでいい。俺も覚悟を決めた。人質を殺す。パン画像変えてよ。沈黙の代償。はい、回収です。ターン、リトライ。バント回収枠じゃないか。私は進みたいんだよ、進みたいの。回収してるつもりはないです。順調ですね。どんだけバットがあるんだ。ゆうきやすなさんいらっしゃい。交渉決裂祭りじゃないか。はい、それからそれから。これバットワークだよ。それからそれから。90ぐらいあるんだって。ひえー、細かすぎ。ばんはいらっしゃい。いやー、順調ですね。食い気味です。ポジティブネガティブはあんまり関係ないけれどもとのことです。言霊ロゼさんいらっしゃい。全員から、ここはすぐ、じゃあ女性にしましょうか。できれば女性がいい。女性を解放してくれ。調子に乗るな。女は解放しない。いや、女性がいい。子供、老人、女性、人質の解放はその順番だ。弱い者から助ける、それがセオリーだ。女が弱いなんて誰が決めたんだ。セオリーなんか関係ない。なぜ女性じゃまずい。理由でもあるのか。ふざけんな。こだわってんのはお前の方だろう。こっちは原則に従ってるだけだ。いい加減にしろ。誰を解放するか決めるのは俺だ。文句があるか。分かったよ。口挟んで悪かった。取得したね。何か話を戻そう。ガソリンをどうやって運ぶんだ。君の車は動くのか。心配するな。ここには使える車が山ほどある。確かにそうだな。だがもっといい話がある。ガスを満タンにした車はそっちに届けるよ。ガソリンを入れるなんて面倒だろう。この流れ初めてだね。車ごとプレゼントするって言ってるんだ。悪い話じゃない。おこちゃん、おこちゃん、おこちゃん。他に方法はない。分かってくれ。ガソリンを運ぶ手間が省ける。車で先に出れば人質の安全も保証される。この方法がベストだ。押せ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 。あ、もう無理。お前は俺を怒らせた。みんな道連れにしてやる。ちょっとこの絵シュールなんだけどさ。ちょっと面白かった。何がてんてんてんよ。真顔やめて。言霊ロゼさんいらっしゃい。
バッと回収枠になってる。どうやって進めればいいの？長男さんいらっしゃい。エンディング回収役と聞いていらっしゃい。もっと慌てろよ。シュールすぎるだろう。今日一日これだったりしてね。進みたいな、エピソード1。はいはい、連打します。一枠ぐらいバッド回収枠でいい？ヒント頭を使ってください。いや、どうしたらさ、コンプリートに行くのかなと思って。墓を思い出した。ちょっとわかんないんだよ。絶対に笑ってはいけない銃声とダイヤモンド。やっぱせかしてるのダメ？じゃあちょっと下手に行くわ、下手に。ただ女性のところは、あ、でも女性のところは取得したことになるのかな、これって、さっきの。わ、そこはら、いらっしゃい。混ざってる。一応女性のとこに行こうか。ここで妥協してみようか。分かった、じゃあ男性でもいい。ガソリンはすぐ用意する。うん。で、法律の話になるのかな。こっちの初歩的なミスだ、すまない。ああ、この流れか。え、自力は厳しい？どうしたらいいの、じゃあ。効力に頼るってこと？カウンシルルームの、ヒントというか、あれっていいのかな？ソラの声眠くなる。いらっしゃい。このエピソード1に関しては、片桐さんが吉岡の信頼を失ったからという一言があったんですよ。自殺は食い止めたものの、だからちょっと吉岡に寄り添えばいいのかな。寄り添うっていうか、なんていうか、すり寄る、なんて言うんだろう、言い寄る。それからぐんぐん右に詰める流れとか。コツは、新しい流れや試してない選択肢に注目する。うん、実際もうちょっと覚えてないところが多いんですよね。あ、歩み寄ると言いたかったです。コツは怒らせる、違うでしょ。やばいやばい、怒ったいつの間にか怒った。基本は怒らせない。メーターを右に行かせない。すぐにでも突入できる。約束するよ、絶対に突入はしない。もし裏切ったら全員殺すぞ。本当だ、俺は裏切らない。だから時間をくれ。分かった分かったよ、仕方ねえな。ただし裏切ったらただじゃ済まないからな。分かってる、できる限り努力する。できる限り、ふざけんなよ、最大限だ。最大限の努力をするって言い直せ。吉岡ってこんなにおこな人だったっけ。用があるときは、そっちからかけてくれ。お話が戻って申し訳ないんですけど、これは、A を目指すということでもなかったんだよね。コンプリートにするには。おこんばんは、いらっしゃい。ユシーさんいらっしゃい。A にしたら必ずトゥルールートに行くというゲームでもなかったよね。そこが難しいんですよ。あ、A を目指してください。A を目指せばいい？そうか、じゃあ円を目指そうか、単純に。
重要な交渉で A であることが、そっか。でも、難しいな。セーブをしまして。確かね、先々週の最後に、A にしなきゃいけないのは、エピソード2の最後だけと言われた気もするんですよ。そうそう、A 判定でもエンドに影響しない交渉もある。まあ、一応じゃあ、真相追求編は、A を取ることをまず第一にしてみようか。流れが変わる可能性もあるもんね。間違えた。パチン。全部 A にすりゃええんか。ああ、ほとんど B だったし、そうね。 B じゃダメなのですか。吉岡さん吉岡さん、人質が無事ならいいんじゃない。人質か。じゃあちょっと A を目指します。ここで怒らせない、まず怒らせない。吉岡に頼むよ。突入一番ダメダメ。それが第一の要求。これが第二の要求。最後にセスナだ。最後にだから、ここで要求を確認する。よし。確認って何の確認かな。全員なんて無理だ。下手に行こう。君の要求は受け入れる。ただし順番を決めさせてくれ。ダメガネさんいらっしゃい。一人解放してくれないか。いいだろう。そっちが要求を飲むなら人質の解放は考えよう。女性に関してはつつかないでおこうか。誰から解放してくれる。宮田さんでしたね。宮田という男。じゃあその宮田さん、ガソリンが無理という話になって、すぐに謝る。ごめんなさい。持ってくることができないんです。交渉の前のところから始めるとね、かなり長くなっちゃう。この先の展開ってさ、どうやって届けるんだ。あちゃんいらっしゃい。ということで、次役に行きたいと思います。お疲れ様です。信用してください。安心するのは早い。1億とセスナいつ用意できるんだ。まだ何とも言えない。ダメだ、すぐに用意しろ。ここから続きしますか。前の展開を確認した方が交渉もしやすい。前の展開というのは前の交渉ということ。おばちゃん、おばちゃんはね、面白かっただけだったよ。